プロ講師ポーカーフェイス最強説。今日のテーマはこちらです。どうも石田です。突然ですが、あなたはこんな経験がないですか？教えてもらっているとき、例えば B が答えだったとして、あなたが何だと思うって先生に聞かれて、 A が答えだと思いますって答えたときに、先生が A が答えって言ったのっていうふうに言われたことないですか？もう明らかに、いや A は答えじゃねえだろうみたいな感じで言われた人いると思います。それはプロ講師じゃないんです。プロの講師はですね、どんな答えが来ても必ず、あ、200ですか、どうしてそう考えたんですかというふうに聞くのがプロの講師ですね。そうなんです。プロ講師たるもの、どんな状況においても必ずポーカーフェイスができるんです。たとえそれが激辛で悶絶するような辛さの焼きそばを食べたとしても。はい、つまりですね、石戸のEテレのプロ講師石戸と準レギュラー講師クラーク博士はですね、もうポーカーフェイスのプロだと、もう全然余裕で皆さんにもう表情に出さないということが言いたいわけですよ。ということで、こんな企画を考えました。こちら、はい、ペヤングシリーズね、こう激辛マヨネーズマックス、そして春雨という異色なものを選んだんですけどもね、この3つが揃った今やるべきことはただ1つ、そう、ポーカーフェイスができるかどうか。さあ、早速ですね、明日の昼、クラーク博士と一緒にこれやっていきたいと思います。さあ、クラーク先生、こんにちは。こんにちは、お久しぶりですね。お久しぶりですね。あ、その説はどうも。いえいえ、こちらこそお世話になりました。さあ、今日はですね、先生、はい、プロ講師ですよね。そうですね、プロ講師という建前でやってますけども。ですよね、はい、プロ講師たるもの、はい、いつでもポーカーフェイスができる。なるほど、というふうに僕は思うわけですよ。そこで今日はこちら用意しました。はい、何でしょうか。これはですね、マヨネーズマックス。マヨネーズマックス、これがマヨネーズマックス、激辛マックス。はい、これが春雨マックス。これちょっと新しいですよね。新しいです、春雨。いや、そうですよ。これはまあやりましたけどね。これはなんか既視感がすごいあるんですよ。これサムネ撮れなかったんで買ったんですよ、追加購入して。残ってしまってですね。いや、動画撮ってるんでぜひ見てください。お願いしますね。さあ、それでですね、はい、今日これから、はい、あの、撮ってくださってる春菜さんに見てもらって、はい、で、僕らボックスの中で食べるんですよ。はい、この3つをですね。そうですね、はい、ABC のボックスがあって、はい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 、で、それ食べてこう平気な顔する、食べて平気な顔すると言って、春菜さんが当てることができなければ、もうクラーク先生はプロ講師。プロ講師。はい、残念ながら当ててられたら、まあ、プロ講師じゃない。ちょっとまだプロ講師目指して出直しと。そうですよ。ですね、はい、もう一回再度やるという。はい。再度やる、これを。きついな、これはプレッシャーだ。いや、そうですね。まあ、そういうような感じでやっていこうと思うので、はい、あの、ぜひですね、はい、あの、今日は頑張っていただけたらと思います。いや、もう全力でいきます。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、レッツゴー。はい、用意ができました。はい、これはですね、量も多いし辛いので、ぜひですね、良い子のみんな真似をしないでください。これはですね、あの、医師監修のもと行われていることなので、ね、こちら石戸ドクターが来ているので、もしダメだったらドクターストップをかけるのでね、ご安心して勝負に臨んでください。いや、そのための免許だったんですか。そういう、ああ、もうこのためですよ。この日のために取った免許です。免許、そうです、免許。すごいな、使い方が。はい、ということで、はい、では早速やっていきましょう。はい、さあ、始まりました。はい、春田さん、まずクラーク先生に何のボックスを食べていただきますか。 C をお願いします。 C 入りました。ではクラーク先生、 C を食べてください。おっと、クラーク先生、無音で食べてますね。これぞ、木に無音で。
ましたでしょうか。いただきました。いただいてますね。どうでしょう。いいでしょうか。じゃあ次は春菜さん、何を食べていただきますか。次は A で。A 入りました。さあ、平木先生、A に移動してください。はい。さあ、どうでしょう。平木先生、お顔を、お顔どうぞ。おっと、クールですね。クールな表情をされてます。え、クールな表情されてますね。さあ、春菜さん。どうでしょう。次は最後は B、 B よ。さあ、 B で入りました。はい。さあ、 B はどうなのか、何か出るのか。いただきました。いただきました。さあ、続いて何を食べてもらいましょう。皆さん、次はもう一回 A で。もう一回 A。 A 好きですね。どれか抜群のようなキャラがしますけれども A を食べていただきましょう。さあ、じゃあしました。さあ、追加で C ですね。 C ですね。 C 入りました。さあ、どうでしょう。そろそろ分かりましたか。まだ分からない様子。さあ、春菜さん、何を食べていただきますか。A をまた A を欲しがりますね。だけど何も顔に出さない。じゃあ A を再び食べていただきましょう、はい、実食。はい。汗の量が、汗の量が暑くなってきたな。そうですね、まだ夏の名残があるのかもしれません。そう、じゃあ予想がついてみたいです、はい、じゃあ A のボックスは何でしょうか。どうぞ。春雨エンド。春雨エンド。春雨エンドだと思ったあなたはずっと A と言い続けてたんですよ。春の季節が浮上してまいりました。さあ、B は何でしょうか。マヨネーズマックス。マヨネーズマックス。 B がマヨネーズ。おっと、マヨネーズを食べさせないというだからなのか。俺のような、俺のような戦略を感じております。では C は激辛のやつということでよろしいですね。はい、さあ、ブラック先生、はい、合っていますか、間違っていますか。どうぞ。すべて間違ってます。場内は驚きに包まれています。さあ、それではもう一度検証してもらうために、さん、何を示しますか。次 B で。 B で、はい、汗がやはりこれぞプロ講師、これぞプロなのです。感じさせない。いいでしょうか。これを見ている講師の人がいれば、ぜひこれから A が答え、B の答えの生徒に、なんで B だと思ったのと涼しい顔で答えてあげてください。それがクラーク先生の願いでもあります、はい、さあ、クラーク先生、立ち上がりました。表情が変わってるんですね。もはや仮面なのではないのか。ただ、滴り合わせが仮面ではないと物語っております。さて、春田さん、どうでしょう。 A がマヨネーズ。 A がマヨネーズ。 B が、激辛ギガマックス。激辛ギガマックス。 C が春雨エンド。さて、どうでしょう、クラック先生、結果をどうぞ。正解でございます。A を食べた時に、あの、唇がめっちゃテカってるんですよね。だから A はマヨネーズだと思いましたね。ああ、なるほど。 B と C は正直よくわからなかったですね。いやー、すごい、これぞプロ講師です。皆さん、拍手。さあ、皆さん、世の中のカリスマ講師といえば誰でしょう。そうですね、イシトです。世の中のプロ講師といえば誰でしょう。そうですね、イシトです。ポーカーフェイスの鬼とまで言われたイシトの実力、どうぞご覧ください。さあ、春菜さん、 ABC お願いします。 B で。 B で、なるほど、
近いところを選んでくれてますね。食べます。おー、いい食べっぷり。今度は逆に音で攻めてきた。はい。次は、次は C をお願いします。 C どっちですか。こっち。 C はこちらです。いきます。症状が読みづらい。さあ最後は A で。 A。 さあ最後と言ったが本当に最後になるのかな。しっかりしてやめてもらっていいですか。ここでひいひい無音食い。無音食いしますけど、あの 無音状態でやめてもらっていいですか。はい。ABC はまんべんなく攻めますね。もう一回 C。 やむことはない。さあ次来てください。次 C。 分かった。C。 何かを掴んだか。何かを掴んだようだな。本当に結構モリモリ食べてるから水分が普通に欲しい。どうでしょう。いいですか。行きましょう。では、はい。C が春雨エンド。B が。B が。激辛マックス。激辛マックス。B が激辛。A がマヨネーズマックス。A がマヨネーズ。さあ、どうでしょうか。外してますよ、春田さん。え、全部ですか。それは言えないな。どうでしょう、クラーク博士。予想を言ってみてください。予想。A が。A が激辛ギガマックス。激辛ギガマックス。はい。B が。B がマヨネーズ。マヨネーズ。C が。C がエンド。どうでしょうか。C がエンド。はい、あ、春雨エンド。そうです、春雨エンド。皆さん、これですよ。いいですか。プロの講師はポーカーフェイスができる。だから一般人には気づけない。だけどカリスマ講師はですね。カリスマ講師はですよ。その講師のポーカーフェイスも見破ってしまう。これがカリスマたるゆえんなのです。クラークになぞ最強説、ここに一生。そうです、クラーク先生が言った通り、 A は激辛ギガマックス、 B がマヨネーズマックス、そして C が春雨エンドです。わかったでしょうか皆さん。ん、もう一回チャンスを欲しい、欲しがりますね。わかりました、行きましょう。次回戦行きましょう。第2ラウンドスタート。チャンネル登録はこちら、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 チャンネル登録はこちら。